ハープスターは日本の競争馬である。主な勝倉は2013年の新潟2歳、ステークス、2014年のチューリップ賞、大賀賞、札幌記念。馬名の意味はベガの別名で、祖母ベガからの連想。7月14日に中京競馬場の芝線4 0 0メートルの新馬戦で、川田賞城を安城にデビューし、単勝1.8倍の一番人気に支持された。 後方待機から直線で抜け出し、勝利を飾った。2013年新潟2歳、ステークス8月25日に、新潟競馬場で行われた新潟2歳ステークスでも、単勝一番人気に押された。レースでは再び後方を追走、直線入り口でも最後方であったが、直線だけで全馬を抜き去り、翌年のサツキ賞に優勝するイスラボニータに3馬審査を、 つける圧勝で重賞発制覇を達成した。12月8日、阪神競馬場で行われた阪神ジュベナイルフィリーズも、単勝1.7倍の圧倒的人気での出走となった。道中は再び後方を進み、直線では馬群を鋭く突くも勝ち馬レッドリベールに、花さ届かずに着となった。二千十四年チューリップ賞表彰式二千十四年初戦となったチューリップ賞は、 単勝1.1倍、支持率72.8%の圧倒的一番人気に押され、後方2番手から、最後は2着に2馬身1、2の差をつけて圧勝した。4月13日の大賀賞では、大外18番枠からのスタートとなった。スタート後すぐに後ろに下げ、道中は、最後方でレースを進めた。4コーナーでも、依然最後方のままであったが直線で、 メンバー最速となるアガリスサンハロン32.9の末、足を使い、他の17頭をすべて抜き去り、最後は、阪神ジュベナイルフィリーズで敗れたレッドリベールに首差をつけ優勝した。ディープインパクト3区は、この勝利で、大賀賞4年連続優勝を達成し、また管理する松田博史長教師にとっては大、大賀賞通算4勝目となった。しかし、自創の優秀品馬は、 いつものように後方からの競馬となり、最後の直線での追い込みにかけたものの先に抜け出したヌーボレコルトに首差及ばず2着に赤敗した。レース後、落鉄仕掛けていたことが判明している。その後、陣営は札幌記念をステップレースとして外線門賞へ挑戦することを表明した。8月24日の第50回札幌記念では初の小馬との対決。 特に五冠馬、ゴールドシップとの対決は注目を集め、そのゴールドシップに次ぐ2番人気に押された。レースは、統計平郎ロー等が作ったハイペースの中、後方2番手で折り合い、第3コーナーで進出を開始、直線入り口で一気に先頭に立つと最後方から差を詰めるゴールドシップを3、4馬身を抑え優勝。2012年の踏みのイマージンに次ぐ、 史上11投目の頻馬の優勝。1992年の 3A3 級以来22年ぶり2投目の3歳頻馬の優勝となった。日本の3歳頻馬として初挑戦となった外戦門章では、後方から最後の直線で伸びたものの、仕掛けが遅れたことが影響し、6着でレースを終えた。11月30日、年内最終戦としてジャパンカップに出走。 故障したトレーディングレザーと接触するアクシデントもあり、最後の直線で伸びをかき5着に破れた。明けて4歳の初戦は、京都記念に出走。絆との初対決が注目を浴びたが、見せ場なく、ラブリーデーの5着に破れた。この時、最後の直線コースで内側に射光し、投身モンステラの進路を妨害したため、騎乗していた川田正宮比騎手は、 開催4日間の機乗停止処分を受けた。自走は再び海外遠征を選択し、ドバイシーマクラシックへ出走。イギリスのブックメーカーで一番人気に支持されるなど注目を集めたが、最後の直線半ばで力尽き、大きく離された急等立ての発着に終わった。レース後、自走は、 ヒンバ路線へ戻りビクトリアマイルへ向かうことが陣営から発表されていたが海外遠征から続く疲労が抜けないことが理由でこれを回避し残りの春シーズンを全休することとなったその後の検査で朱子骨人体炎も併発していたことが判明関係者が協議した結果現役を引退することになった引退後は北海道阿比町の農ンファームで繁殖ンバとなる 初年度の相手は、キングカメハメハが選ばれた。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づくが、海外の競争については、各競争に示した出典にも基づく。2014年外専門賞パドック。ありがとうございます。